九州勢が車間を空けながら脇本にプレッシャーをかけ始めた。打賞の周回です。本郷がかなり行く気満々だ。高橋を抑えます。ジャンマイセンターで本郷、小川健と九州勢前に出て、2番手3番手2車身車間を空けて4番高橋、4番手西浦、さらに車間2車身空いた3番脇本、5番手縦長です。2番の本郷が準決勝逃げます。5番の小川健人はこれはちょっと車間を空けているのが離れかけた、縦に長くなった。先頭の本郷から5番手の脇本、7車身8車身、最終の1コーナー3番手から高橋が先まくり、5番の小川健人が番手まくり、5番手から脇本、後ろ鷲田と藤田はちぎれてしまった。4番の高橋の先まくりを脇本が突き放す。3番手鷲田がさばいて外に出した。4コーナーまた同期グリードを取った3番脇本、圧勝でゴーリン。3番4番1番6番で入着の模様。脇本5番手に下げて残り2周、2番手3番手車間が約5車身、徐々に針の車間を詰めながら脇本にプレッシャーをかけます。縦に長くなった。2番手3番手4番手5番手各々の車間は約2車身半、針の構成が北鶴を叩きに行く。打賞3コーナー針のは先行、2番沢田、4番北鶴、2車身車間を上げて3番手3番高橋、高橋から5車身車間がいた1番の脇本、5番和田、6番高間、地元で5番手以降を縦に長い。先頭の針のがどんどん飛ばす。1センター3番手北鶴先まくり、北鶴先まくり、そして5番手から脇本後ろ、和田と高間は離れた。4番北鶴先まくり、それをめがけて脇本が特選のリベンジ果たした。直線です。脇本凱旋です。やはり貫禄で V ゴール。1番3番4番2番です。このレースの本命格、前と車間を空けました脇本、後続の出方を見ます。7番車の高橋真也が上昇、先に北勢が動いてまだスローペース、周回残り2周、800を通過しまして打賞の周回に入っています。前で一旦抑えた7番高橋、1番大月、5番の阿部です。6番久木原が4番手、2番脇本が5番手、4番東がマーク、踏み上げる2番車脇本、脇本がダッシュ、4番東が続きまして3番の福田智也、前々から7番車高橋真也がどうやら飛びつき戦です。飛びついた7番高橋と外は4番車東、2番手もすれて6番車久木原の一発、かまし先行6番の久木原ですが合わせて2番の脇本、主導権譲りません。2番手2車相手6番久木原、さらに2車相手7番高橋真也、3番手大月博則、4番手でまもなく 3,4 コーナー中間です。脇本が逃げる、2番手車間があって久木原、4コーナーから直線、こう言い放す2番車の脇本雄太です。800メートル通過、5番の脇本は現在5番手、まだ誘導残っています。1コーナーから2コーナー前段、6番の原田亮太、千葉勢がいます。誘導下がっています。2コーナーからバック先行6番原田、7番の佐藤和信3番手、2番の大月マーク、5番の脇本車間を取りながら5番手で湿地がマーク、佐々木真也が最後方懸命に準決勝、先行は6番の原田亮太、マークは4番車佐藤、中段7番車佐藤和信で脇本がやってくる、マークは1番車の湿地、中近本線が上がってきています。脇本のまくり捉えていく、残り200を通過、脇本のまくり、湿地が2番手、3番手は切れています。4番佐藤、あとは3番車佐々木真也、直線コース先頭5番の脇本、脇本が振り切りました、湿地が2番手、3着4番佐藤武の模様です。まもなく4コーナーから直線、先行体制5番の野口が取りまして難関が前段、切れ目の位置は3番手4番の高橋、残り2周です。中段の6番車の鈴木がかなり脇本、6番手にいる脇本を警戒しながら中段が空いています。
前は5番の野口、まだ誘導残っています。2コーナーからバック、先頭から後ろかなり長くなっています。先に4番手から詰める6番の鈴木で600を通過、前から踏み上げる5番の野口博士、1番の福田、4番高橋、3番手6番の鈴木が上がりますが、3番手外平層、そして2番の久木原離れて、6番手3番脇本、最終1コーナーから2コーナーです。逃げる5番の野口、1番福田、3番手から4番高橋が懸命にまくる、そして3番車脇本がやってくる、7番のシッチが必死のマーク、3番脇本外を上がります。赤い勝負服3番車脇本が捉えて先頭に立つ、3番脇本ゴールイン、続いて7番のシッチが2番手。松戸でのダービーを出まります9番の脇本が、その王者の走りを初日からしっかりアピールできるか。まずは山口の外で止まり、インコース包まれる山口、前では3番の斉佐子、踏み込んで脇本が先行体制を取ります。残り2周を切って前に出た脇本、それを叩き返して2番の高橋、すかさず5番の菊池も踏み上がり、その菊池のダッシュに関東ラインは崩れてしまい、先行2番高橋、それを叩きに5番の菊池、その後ろ3番手で9番の脇本、脇本が足をため残り1周から仕掛けていった。3番手からのまくり、脇本がまくり切って3番最速外踏み上がり、1番山口が大外をまくってくるが、9番脇本が後ろを離し、5番の菊池が立て直し、1番山口、外は4番久木原、しかし直線に帰ってここは脇本圧勝、脇本雄太、5番の菊池、1番山口。一旦脇本を抑えて4番松坂、抵抗せずに脇本下がります。前では5番の岸澤、9番正木の関東勢、その後ろ3番手松坂が脇本を警戒しながらどの位置から踏み込んでくるか。残り2周赤番手前で上昇は神奈川コンビ、5番の岸澤を抑えます。岸澤も抵抗を見せるんですが、先行体制4番の松坂、マークは3番の武田、その後ろ3番手短くなって2番の脇本、ジャンを聞いて一気に踏み込んでいく。2番の脇本、マーク7番の四季音、一気に神奈川両者を叩きました。3番手入った4番松坂ですが、2番脇本に追走7番の四季音、近畿両者が3番手以降大きく離していく。さあ四季代が脇本を追い込むことができるか。2番脇本しっかりマーク四季代、最後の直線コースはマッチレース、近畿両者の争い、2番の脇本、脇本振り切って続いた7番の四季代、離れた3着追い込んでくる3番武田。脇本が一旦前と車間開けて6番松坂を出させ、神奈川勢が果敢に攻めてくるか。9番の末木も切り替え中段を取り、4番佐々木も切り替えました。下げた脇本は7番手、先行体制6番の松坂は脇本を警戒しながら、ここは思い切った攻め打つことができるか。残り2周の赤番先行勝負、松坂が引っ張ります。2番直野が番手、8番の加藤と神奈川勢が積極先行、そして4番佐々木、中段から9番の末木、脇本は後方7番手、先行勝負は神奈川勢、後方に控える脇本が前段を飲み込むことができるか。果敢に逃げる6番松坂に番手回って2番直野、続くは8番の加藤で神奈川勢が仕掛け、中段からは関東ラインまくっていき、後方から5番の脇本踏み込んでいった、脇本のまくり、それに3番の四季代が若干離れてしまい、脇本はまくり切った、まくり鮮やかに5番の脇本雄太、そして2番直野。